ララミーはアメリカ合衆国ワイオミング州の都市であり、オールバニー軍の軍庁所在地である。2010年の国勢調査で人口は3万816人だった。ワイオミング州南東部のララミー川沿いにあり、州都シャヤンの西、州間高速道路80号線とアメリカ国道287号線が交差するところにある。ララミーは19世紀半ばに、 そこでララミー川を横切ったユニオンパシフィック鉄道沿線に開拓された。ワイオミング大学、ワイオミング工科大学及びララミー郡、コミュニティカレッジ支部が本拠を構えている。ララミー地域空港が利用可能である。ララミー市ができる以前から存在した陸軍のサンダース、砦の廃墟が国道287号線沿い、ララミー市の真南にある。 スノーイー山脈とララミー山脈に囲まれたララミー渓谷にあるララミー市にはアウトドア活動の環境が豊富なのでアウトドアファンを引きつけている。ララミーの名はフランス人あるいはフランス系カナダ人の罠漁師で1810年代遅くにララミー山脈に入り消息が絶えたジャック・ララミーにちなんだものである。ジャック・ララミーはこの地域を訪れた初期ヨーロッパ人の一人で あり、その名前が、川、山脈、峰、アメリカ軍の鳥で、軍、及びこの市に与えられた。ワイオミング州内では、ジム・ブリッチャーに続いてその名前が多く使われている、罠漁師である。ララミーは1860年代半ばに、オーバーランドトレールの駅馬車道と最初の、大陸横断鉄道の内ユニオンパシフィック鉄道が、受け持った部分に近いテント村として設立された。 1868年5月10日に最初の列車が町に入った時には企業家たちがより高級的な建物を建設中であり間もなく店舗、家屋、学校及び教会が作られた。ララミーは当初無法地帯だった。初代市長 MC ブラウンは1868年の半ばにこの町は統治できないと言って大荒れの3週間後に辞任した。これは 西部開拓時代初期のガンマンであった、ビッグスティーブ・ロング、コン・モイヤーを及び、エース・モイヤーのイボ兄弟三人組から脅迫を受けたことが大きな原因だった。ロングは、ララミーの初代連邦保安官であり、その兄弟は、地の手置という酒場を所有していた。三人組は開拓者たちに嫌がらせを始め、その資産の譲渡契約書に署名を敷いた。 これを拒んだ者は誰もが大抵はロングに銃撃戦を挑むように仕向けられて殺された。1868年10月までにロングは13人を殺した。しかし、オールバニー軍の初代保安官で牧場主の NK ボスウェルが自刑団を組織し、10月28日に地の手を家に乗り込んで3人組を捕まえ、通りを下ったところにある未完成の丸太小屋で死刑にした。 他にも、死刑。1869年、ワイオミングは、ワイオミング巡修として組織され、その最初の議会が巡修内の女性に、政治的平等権を認める法律を可決した。1870年、ララミーの5人の女性が世界でも、初めて陪審員を務めた女性となった。またララミーは1870年9月6日に、ワイオミングで、 初めて市議会選挙を行った町となったので、アメリカ合衆国で、初めて女性が政治的な投票を行ったところとなった。初期の事業としては、圧縁工場、枕木処理場、レンガ工場、食肉処理場、蒸留所、ガラス吹き工場、及び石膏工場などがあり、鉄道の操車場もあった。1886年には発電プラントが建設された。 1880年に設立されたララミーノースパークパシフィック鉄道電報会社や1901年に設立されたララミーノースパークウェスタン鉄道を含みいくつかの地域鉄道会社がララミーを拠点にした。1940年代のララミー中心外1886年にフランシス・イー・ウォーレン知事が署名した法によりワイオミング大学が設立された。 ララミーがその場所として選ばれ、1887年に開校した。公有地人化大学法とも呼ばれるモリルポーの条件で、1891年に農学部と実験施設が追加された。1998年にワイオミング大学生、マシュシェパードが殺害されたことで、ララミーは世界的な悪評を得た。このことで、芸像王に起因する犯罪に対して、 国際的な抗議を生じさせ、国中の運動の象徴になった。これは、ベルリン国際映画祭などで賞を得た議曲かつ、映画の、ララミープロジェクトの主題になった。2004年、ララミーは酒場、レストランを及びプライベートクラブなど閉じられた空間での、出演を禁止したことでは、ワイオミング州でも、初めての都市になった。RJ レノルズタバコカンパニーに一部資金を与えられた。 室内空気清浄条例の反対者たちが即座に条例の撤廃を請願した。しかし2004年の一般選挙と同時に行われた住民投票では有権者たちがこの条例を支持した。反対者たちは様々な不法性を言い立てて裁判所に住民投票の無効を申し立てした。しかし裁判官は反対者たちが住民投票結果と条例に関わる重大な 問題を示す責務を果たせなかったと裁定し、条例は2005年4月に効力を発し、現在まで続いている。2005年8月、ララミー市政委員会は、酒場やプライベートクラブでの喫煙を認める条例改正の試みを却下した。ララミーは、北緯41度18分47秒、整形105度35分14秒。 北41.31306度整形105.58722度、41.31306-105.58722に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は11.2平方マイル、このうち陸地は11.1平方マイル、水面は0.04平方マイルで、水域率は0.18%である。ララミーは、 約30マイル西にあるスノーイー山脈と約7マイル東にあるララミー山脈に挟まれる高原にある。市の標高は約7165フィートである。ララミー川が市内を抜けてララミー山脈の東でノースプラット川に交流する。ララミー市は州都シャヤンから西に約41マイル、コロラド州デンバーからは北に約113マイルの位置にある。 アメリカ国道30号線と287号線及び週間高速道路8十号線が走っており今もユニオンパシフィックララミーの平均年間降水量は約10インチに過ぎず1年間で雨が降る日は平均26日である1年に1度だけ下市90度以上になる日がある1月の平均気温は下市21度7月の平均気温は 歌詞64度である。年間降雪量は平均42インチである。標高が高いので冬が長く、夏は短くて比較的冷量である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。出展、収入と家計ララミージュビリーデーズは毎年独立記念日、前後の数日間に祝われる。毎年行われる催しとしては無料の食事。 ライブミュージック、ゲーム、遊園知識の乗り物、ストリートフェア、パレード、ソフトボールのトーナメント及びロゲオなどである。ワイオミング大学の地質学博物館は一般公開されており、恐竜の展示をはじめ5万種以上の分類された鉱物、石及び化石標本を収めている。ワイオミング大学美術館ではギャラリー展示、講義、ワークショップ、 授業及び公開ツアーが年中行われている。キャンパスにあるファインアートコンサートホールでは楽器の間にしばしばコンサートやリサイタルが催されている。市内の中心近くアイビンソン邸宅にはララミープレーンズ博物館が入っている。ワイオミング子ども博物館と自然センターでは3歳以上の子どもに対話型展示や陶芸教室を開いている。 ララミー中心街近くにオールバニー軍図書館システムの中央図書館があり、大人と子供のために幅広い資料を備えている。このシステムの支部図書館は、ララミーから28マイル西の先手にあると、32マイル北西のロックリバーにある。ワイオミング大学の主要図書館である、ウィリアム・ロバートソン校図書館には、事業、教育、美術、科学、人文、 社会科学に関する一般研究用資料のほかに、市長閣用資料や政府文献収集品も備えている。ブリンカーホフ地質学図書館には、地質学、地球物理学、自然地理学、工業と石油の地質学、及び地質工学に特化した文献を備えている。ワイオミング大学科学複合施設の地下にある、高密度貯蔵施設である。 ジョージ・ W ・フルーパー法律図書館、教師と児童のための教材がある、学習資料センターとしてのロッキー・マウンテン・ハーバリアム、図書館、及びアメリカン・ヘリテージ・センターと呼ばれる、古文書、非公お及び現行保管書が大学内にある。アイビンソン・テータク・ララミーでは、ワイオミング・巡ュ州刑務所など21カ所が、国指定歴史史跡に登録されている。 刑務所には19世紀後半の辺境社会から持ってきた建物やその他の展示物がある。他の史跡としては、ダラミー中心街歴史地区、アイビンソン邸宅と敷地、ワイオミング大学キャンパスの本館、オックスフォード場牧場の馬屋、バス牧場、バスの家並み、チャールズ・イーブレアの家、ジョン・ディ・コンリーの家、クーパー邸宅、イーストサイド学校、サンダース・トリデシュエーション、 ウィリアム・グテールの家、レーマントンネル邸宅、リンカーン学校、リチャードソンのオーバーランドトレール牧場、セント・マシューズ大寺院、セント・パウルス教会、ユニオン・パシフィック・アスレチック・クラブ、およびビーバー牧場路地などがある。エイムズの記念碑オールバニー群で、ララミーに近い2カ所が国指定歴史史跡に登録されている。市の東約20マイルには、エイムズの記念碑があり、 マサチューセッツ終戦室のアメリカ合衆国会員議員で共和党のオークス・エイムズとオリバー・エイムズ・ジュニアの兄弟に捧げられる石灰岩の大きなピラミッドである。この兄弟は最初の大陸横断鉄道の中でユニオンパシフィック鉄道部分の建設に影響力があった。オークス・エイムズはクレディットモビリエスキャンダルに巻き込まれ会員で非難された。もう一つの史跡は コモの崖であり、ララミーの北西32マイルのロックリバーとメディシンボウの間に東西に伸びる長い尾根である。この尾根の地層では、後期ジュラキの恐竜を含み化石が見つかっている。スポーツを楽しむ人々には、ララミー山脈とスノーイー山脈に挟まれた標高約7165フィートのララミーと、その近辺で多くのことができることを発見できる。 人気のある活動としては、スキー、スノーモービル、マウンテンバイク乗り、修行、釣り及びハイキングである。メディシンボーノルディック協会のボランティアが、アメリカ合衆国農務省森林局と協力して、ララミー市の東約10マイルのララミー山脈の一部に、クロスカントリースキーのコースを維持、整備している。西では、スノーイー山脈クロスカントリースキーのコースが、セン手ニあルの西にある、 国立森林を抜けており、もう一つのコースは、うツランディング近く、ララミーの南西32マイルの優しい地形を走っている。スノーモービルの長いコースが森を抜けて走っており、多くの森はスノーシューを使った移動が可能である。ララミーの西30マイルで、ワイオミング州道130号線から入るスノーイー、山脈スキー地域では、初心者コースから上級コースまで27の、 タウンヒルスキーとスノーボードのコースがある。ララミーはマウンテンバイク乗りの中心である。マウンテンバイクのコースはララミー山脈とスノーイー山脈の森を曲がりくねって通じている。ララミー自転車ネットワークの一部であるメディシンボーマウンテンバイクパトロールは非営利ボランティア組織であり森林局と協力してララミーの東にあるマウンテンバイクのコースをパトロールし維持に当たっている。 これらのコースの一つにメディシンボーレールトレールは長さ21マイルのマウンテンバイク用コースであり2005年から2007年の間に廃止された鉄道の路上を使って建設されたララミーエンデュロ 111K は総延長111マイルの耐久マウンテンバイクレースであり毎年ララミー300コースで開催されているその他毎年開催される行事として2月にスノーイー 山脈で開催されるポーカーランリクリエーションスキーレース4月に行われる地元の酒場を中継点とするツールドララミー自転車ラリーがあるメディシンボー国立の森で開催される一連のランニングとウルトラランニングの行事であるワイオミングマラソン大会は毎年戦没昇兵追悼記念日の週末に開催されているララミーとその近傍ではマス釣りが人気のあるスポーツである コロラド州から北流して、ワイオミング州に入るララミー川、二つの山脈の小さな渓流、さらには、ララミー盆地にある多くの小さな湖が釣り場である。ベドウーの登山家ロッククライミング、ハイキング及びキャンピングのためには、ララミーの東16マイルで、週間高速道路80号線から外れ、メディシンボールート国立の森にある広さ10平方マイルにわたって、 石灰岩の板、巨岩も及び崖が集まるベドウが注目されるところである。ララミーの近くで人気のある他のアウトドアスポーツとして、キャンピング、ピクニック、ララミーガーとノースプラット川のイカダノリ、ミュールジカ、エルク、ムース、プロングホーンアンテロープなど、野生動物の観察、及び一般的な景観観光がある。ワイオミング州道130号線の回廊は、 スノーイー山脈を抜ける延長二十七マイルの区間が国立の森シーニックバイワーに指定されている。ララミー市には十四の市民公園があり、そこには運動場、夏の子供用プール、ジョギングと自転車の道、野球とソフトボールのグラウンド、スケートボード場、低鉄投げ場、テニスコート、バレーボールコート、フィットネスサーキット場、サッカー場、ピクニック用、テーブル、川釣り場、 および季節により放流される、釣り池がある。ダラ,ラミー市住人は、ワイオミング大学にある18ホールのゴルフコースや、スカッシュコート、ハンドボールコート、野球場、バスケットボールコート、フリークライミング用の壁、およびフットボール、サッカーおよび陸上競技に使う競技場など、大学内の様々な施設を利用できる。地域社会、リクレーションセンターには、屋外水泳プール、 屋内プール、8コースのある競泳プール、ウォータースライド、フルコートの体育館、有酸素運動装置、ウェイトトレーニング場、および屋内運動場があり、成人にはフィットネス、青年にはバレーボール、児童にはバスケットボールと水泳を指導している。地域社会、アイスアリーナは10月から3月半ばまで開館され、アイススケート、スケートのレッスン、アイスホッケー、 シンクロスケート、成人男女のブルームボールなど氷に関係する活動を行っている。子供のアイスホッケークラブ、フィギュアスケートクラブ、大学のアイスホッケーチーム、及び成人の接触禁止型アイスホッケーチームなど、一般の公的用途でこのアリーナを使っている。市役所ララミーの姿勢は、姿勢委員会、マネジャー方式をとっている。会議体である、姿勢委員会には9人の議員がおり、 重なり合う4年間の任期を務める。市政委員会が政策を決め、予算を承認し、条例を通し、諮問委員会にボランティアを指名し、市職員を監督している。委員の2人は、全市から選ばれた議員であり、7人はそれぞれ、選挙区から選ばれた議員である。委員会は2年ごとに1月に開催される。最初の議会で市長と副市長を指名している。 2007年1月2日、委員会は、クラウス・ヘンソンを市長に、セスカーソンを副市長に指名した。ララミーは、オールバニー軍の軍庁所在地であり、軍庁舎、裁判所及び、軍図書館がある。オールバニー軍第一教育学区がララミーに本拠を置き、ララミー、先手にある、ロックリバ及び、田園地帯を含む広さ4000平方マイルの地域に、 ある19の公立学校を管轄している。全部で3400人の生徒がこれらの学校に通学している。このうちララミー地区には7つの小学校、2つの中等学校とララミー高校、ホワイティング高校がある。チャータースクールのスノーイー、レンジアカデミーでは7年生までの生徒を教えている。カトリック教系学校のセントローレンスは6年生までの生徒を教えている。 ワイオミング大学の主キャンパスはララミーにある。2005年では学部生、大学院生、研究員合わせて約1万人の学生が学んでいる。ララミー郡、コミュニティカレッジのオールバニー郡キャンパスもララミーにある。また、ワイオミング工科大学もララミーにキャンパスがあり、自動車、ディーゼル機関及び修理産業の職業訓練を行っている。 ララミーブーメランがララミーの主要新聞である。ワイオミング大学では学生がブランディングアイアムを発行している。リバートンにあるセントラルワイオミングカレッジに認可されたワイオミング公共テレビ KCWCTV はララミー近くに送信機がある。さらにララミーから発信しているラジオ局には次のものがある。グレートレークス航空がララミー地域空港とコロラド州デンバーとの間の 商業路線を毎日運行している。ララミー地域空港は中心業務地区から西に3マイルにあり、ララミー市とオールバニー郡によって運営され、資金提供を受けている。商業路線に加えて、私的用途や車用にも使われ、また、ワイオミング大学の大気研究用飛行機も使っている。また市内にはグレーハウンドのバス停がある。ララミー市公共施設部は、 市の浄水を提供し、近代的設備で処理している。水源は、最大の資源であるビッグララミー川とキャスパー大水槽の井戸がある区域である。市の下水は1998年に古い処理場に変わって運転を始めた下水処理場で処理されている。固形廃棄物部は、市の北約1マイルにある、市所有の埋め立て場を運営している。 ゴミ収集は各個あたり週2回行われている。ガイロブはララミーの総延長135マイルの道路と31マイルの路地を修繕し維持している。ありがとうございます。